皆さんこんにちは。今日は体幹です。体幹を鍛えていいこと、腰痛が治る、お腹がぺったんこになり引っ込む、姿勢が良くなる、他のスポーツや日常生活の動きの中で痛みが出なくなり怪我をしにくくなる、もういいことだらけ。体幹はもうみんなに鍛えてほしい。では早速やっていきましょう。仰向けになってスタートします。背骨をまずまっすぐ、そして骨盤をニュートラルな状態にします。これはニュートラルっていうのは一番体に負担がない理想的な状態です。頭のね、まず後頭部後ろと背中の上の方がぴったり床について、で背骨がまっすぐ伸びて、そしてここに骨盤があります。で骨盤のこの位置なんですけど、こうやって大きな隙間が空きすぎていたらニュートラルじゃないし、ぎゅうぎゅうに押し付けていてもニュートラルじゃないし、そのちょうど中間で、こうするとちょうど上半身と骨盤がガッていい状態に合体した感じで一番負担がないんですね。でこの体勢で鍛えていくのが体幹です、ね、でこの体勢だったら一番危険な状態じゃないから、例えばヘルニアをお持ちの方とか、狭窄症をお持ちの方、ね、にもできる、みんなが誰でもできるエクササイズですね。では呼吸から入っていきます。足は軽く開いて膝の後ろ90度にしておきましょう。呼吸がね、一番ベーシックな体幹のエクササイズになるので、息を吸うときにまず肺、肋骨に向かって空気を入れるのをちょっとこう意識してみましょう。でお腹に入れすぎるんではなくて、肺が大きく広がっていく感じを思い浮かべてください。で吐くときに、ではまず下から順にやっていきますね。まず下っていうのはこの骨盤底筋になるんですけど、座骨とこう合わせ、尾底骨と恥骨がこう合わさる感じ、つまりおしっこを止めるような感覚、ちょっと膣を締める感じですね、を感じてみてください。これが体幹の一番下になるんですよ。体幹はコルセットみたいな形をしていて、ね、筒みたいな形だから、筒の底の部分ね。息を吸って肺を大きく開き、吐いて尿を止めるような感じで、膣を締めるような感じで座骨がセンターに寄ってくる。体の実際外から見たらあまりどこも動いていません。膝の位置も同じにキープ。体幹は奥の奥だから表面からあんまり見えないのね。吐いて膣のところを締めます。このちょうど股の筋肉になりますね。女性も男性も同じです。股のところの筋肉を締める感じ。では少し上に上がっていきましょう。下から順にこうね、上に意識を持ってきます。じゃあ次におへそを引っ込める。おけへそを吸うときは同じで、吐くときにおへそを腰の後ろの方にキューって引っ込めてください。でこうすることによって体幹の前と後ろがこうドッキングする、この筒のこの胴体の部分が使われます。もう一回吸って肺を大きく開く。この時のお腹を膨らませすぎないようにね、お腹ちょっと若干フラットな状態にしておいて、吐いておへそをキューッと引っ込める。今みんな腰の後ろにあまりスペースは大きく空いていないけど、ぎゅうぎゅう押し付けてる必要もない。これが分かんない人は、例えばタオルとかハンドタオルを2枚ぐらいに折ってこの下に入れて隙間を作ってハンドタオルに向かってギュッと押し付けるようにすればちょうどいいかもしれないですね。床に押し付けちゃうとこっちになっちゃうから骨盤が、ね、でもう一回吸って吐いて骨盤底筋、お股の筋肉を締め、おへそをキュッと引っ込めます。なのでおへそを引っ込めるときに自動的にもう下から使ってますよね。多分1、2っていう感じで上がってきました。じゃあ次3ですね。3のところはこの肋骨をこうやって触ってみると、下の肋骨の際がありますね。でその上をたどっていくとここ溝落ちなんで、ここら辺の際のところがキュッとセンターに合わさってくる感じを思い浮かべてください。でこれが体幹の一番上の方になりますね。息を吸って大きく肺を開く。この時ここ開きますね。で吐く時に下から順に体幹股のところを入れて、おへそを入れて、最後に肋骨がキュッと合わさってくるのを感じてください。手の下でちょっと骨が締まる感じです。吸って大きく
またこれが開きます。最初はね、ここちょっとやりにくいかもしれないけど、心配しないで、そのうちね、つかめてくるから吐いて、これがちょっとわからないとか、この溝のところがむちゃくちゃ硬くて全然動かないって方は、別に、ちょっとみんな呼吸続けててね、マッサージ、ここら辺をマッサージする動画も出してるので、そちらもご参照ください。吐いて、下から骨盤底筋、おへそ引っ込める肋骨の方まで、筒をコネクトする。そこ、胴体、上をコネクト、コルセット巻いた。ね、これ、自然なナチュラルコルセットですよ、これ。これがしっかり締まっていれば、使えるようになれば、もう腰痛は起こらないし、腰をどのシチュエーションでも守れます。今、床に寝てやってもらってるのは、これがあると背骨が、と骨盤がニュートラルになってる状態が分かりやすいから、今床でスタートしてますけど、これ立ってもいいし、座ってもいいんです。いつもこの下にある床があるのを意識して、同じように呼吸のエクササイズを、座った状態とか立ってやっていただいてもいいですよ。もう一回やりましょう。吸って、吐いて、骨盤底筋に入れて、おへそを入れて、肋骨、9、入れますね。じゃあこれを使って、これが体幹、この感覚が分かってきたら、他の体の部分をそれと一緒に動かしていきましょう。OK。じゃあ次ね、膝の後ろは90度に保っておいて、吐きながら、じゃあ右足から上げますよ。まず全部1、2、3入れてから右足を上げてください。1個上がると体のバランス変わるから体幹にチャレンジになってくるの。で、吸って下ろします。吐いて1回コネクトさせてから1、2、3コネクトさせて左上げます。片足上げてもお尻が全然動いてない状態にしてみましょう。吸って戻します。吐いて、上げて、吸って、吸うときはお腹はリリースしちゃわないで若干軽く引っ込めておいたまま肺に向かって呼吸を吸って下ろしてください。吐いて左上げます。これでもう十分という人はこのままこれを続けてくださいね。腰の後ろのスペース大丈夫？ほんのちょっとだけ空いてる感じ。そうね、梅干し1個ぐらいかな。指が全部入っちゃダメですよ。ね、右上げて、下ろして、吐いて左上げ、仕上げて、下ろします。これね、じゃあもう少しチャレンジ上げます。片足ずつテーブルトップに持ってきます。片足上げて、体幹しっかり入れてからもう片足も上げます。この体勢でちょっと自分で観察してみましょう。膝が今ちょうどお尻の上にあって、すね、ね、平行ですね、床に対して。この体勢にキープして、このスペースを空けないように、さっきと同じに保つにはもうかなり皆さん体幹使ってると思うのね。もうこれでキープして呼吸するだけでもいいし、ね、肩に妙な力を入れない。入れてるの分かってるから、肩はリラックスして、首もリラックスして。で、吐いて、じゃあおへそ、さっきの1、2、3、骨盤底筋、おへそ、肋骨までキュッとコネクトさせてみましょう。させた？で、吸って肺を開くね。肺を開くときにどっちかというとこの肋骨がわーって横とか後ろにも広がるようにちょっと感じてみて、で吐くときにまた骨盤底筋、お腹、おへそ、肋骨、首に力入れない。次にこの呼吸で吐くときに吐いて右足を下ろしてみます。これチャレンジになるからしっかり吐いて腰が浮いてこないように肋骨の上まで締められるように吸ってあげます。吐いて左を下ろします。吸ってあげます。吐いて左を下ろします。吸ってあげます。吐いて左を下ろす。吸ってあげる。吐いて左を下ろす。吸ってあげる。吐いて左を下ろす。ね、これがきつい人がきついと思われる方はこの前のバージョンね、床を下から上に上げるやつやって、吐いて下ろします。吸って上げる。もう一回吐いて下ろして、吸って上げる、吐いて下ろす。 OK。 これがもう体幹の基礎の基礎。じゃあこれと同じのを使って今度は四つん這いになってみましょう。さっき言ったように床で寝そべってやったら体の姿勢が分かりやすいからそれで始めてほしいんだけど、今度は例えば四つん這いになった時に同じ体勢を作るの。
床で覚えてた感覚を思い出して、この後頭部と、ね、ここに床があるとしたら頭こうやったらついてないからしっかり後頭部見えない床につける、背中の上つける、骨盤もつける、腰の後ろに大きなスペースがない、丸まっすぐでもいない、まっすぐ、まっすぐになってたな私、 OK、 これでまっすぐになりました。じゃあここでさっきと同じように吐くときに骨盤底筋を締めてお腹を引っ込めて、なんておへそをこの腰椎の方に近づけます。そして肋骨の前まで締めるようにちょっと呼吸してみましょう。吸って肺を大きく広げます。で吐くときに座骨と座骨を締めるようにおへそを引っ込めて肋骨の前まで。ちょっと分かりにくいかな、分かる、このさっきと同じ感覚ですよ。吐いて、これで体幹が入りました。じゃあ体幹が入ったところで、ね、右足を後ろに出していきましょう。しっかり体幹が入っていれば腰の高さが同じになってます。ちょっと下を覗いて自分の腰の高さをチェック。これで右の今上げてる側のお尻がすごい上がっちゃってたらダメね。同じ高さになっています。でその同じ高さでかつこの足をピンと伸ばしてみてください。で戻します。吐いて、これは手首が万が一痛い方がいたらこの体勢になる時に、肩骨ね、こうやってまっすぐにこうやってしといていただいても大丈夫です。手首を曲げない感じ、okay？ もう一回やろうか。でじゃあ右足を出してお腹ギュッと引っ込める。体センター、目線がここで変わっちゃわないようにする。同じところに体がいるから、次左足、お腹しっかり入れて骨盤底筋、お腹肋骨まで。この時に片足上げてるからとお尻が反対側に移動しちゃわないように注意。吐いて、頭落ちてきてない？大丈夫？あと肘ロックさせないで、肘は完全に伸ばす、ちょい手前ぐらいで止めて、肘の内側が少し前に向きすぎてない、ちょっと内側向いてる感じ。吐いて、左足吸って、じゃあこれでさらにチャレンジできる人はこれを手と足を同時に上げるっていうのをやってみましょう。お腹をしっかり入れますよ。これ正しくやったら本当に効果的で、しかもこうやってね、体重をこの自分の体重をかける自重のエクササイズっていうのは、吐いて骨盤底筋とお腹と肋骨の上まで入れてこうやって上げて、そう、ごめんね、話途中で終わっちゃったけど、自重のエクササイズ、こういうのってね、骨密度上げてくれる助けがあるんですね。だから私たちの年代すごく大事ですよね。背中まっすぐになってるでしょうか。これテーブル、体がテーブル、特に後頭部落ちたり腰が反ったりしないように気をつけて戻して、体が静かに吐いて、これすごく良い体幹のエクササイズです。あと1回やろうか。左手と右足上げて下ろして OK。 じゃあ今度はまっすぐになりましょう。今度は膝で立った感じ、ちょっと今下で工事やってるからちょっとトントン始まっちゃったかもしれない、ごめんね。お尻をキュッと入れて、またさっきと同じ体勢作ります。これはね、立った時とか座った時とかも同じようにできるように、なんでつまり腰が反ってない、前と後ろがドッキングしている、骨盤底筋がキュッと入っている肋骨前ね、まっすぐになりました。普段立つ時にその姿勢になってもいいんだけど、これにさらにチャレンジ加えていきます。手を前にして肩はリラックス、この前と後ろがまっすぐな状態をキープしてちょっと傾きます。傾くと体幹のチャレンジになるのね。お腹がここがリリースしちゃうと何が起こるかっていうと、こうなっちゃうでしょ。だからキュッとお腹も入れて、骨盤底筋、股の筋肉も締めて少し傾きます。で傾くことによって太ももにもかかってきますよね。角度はそんなたくさんじゃなくていいです。ちょっとなんだけど、少し傾くことによって体幹にきつくなるのを感じてほしい。で戻していきます。同じ体にね、軸がまっすぐ通っていって、その軸を崩さないで、もし見えたら一回鏡の前でやってみて、鏡の前でこうなってたらダメね、お尻が前に突き出してたらダメ。しっかり前と後ろをコネクトさせてまっすぐね、ちょっと Z みたいな形になって、で戻ってくる。頭も同じ、床にマットのさっき頭とか胴体がついてたように、そのまままっすぐにキープしたままちょっと傾いて戻してきて、
OK、あともう一回吐いて、ちょっと傾いて、肩力抜いて、余計な力入れないよ。はい、で戻してきて、ふぅ、OK、これで今日体幹のエクササイズをやってみました。寝そべってやったり、四つん這いになったり、座って、この膝立ちになってやったので、どのシチュエーションでもできるし、誰でもできるし、あと産後の回復にも非常に良いエクササイズで、これはもう全ての基本になるから繰り返し繰り返しやってみてください。ちなみに来週の月曜日2月の22日にもう一個のサブチャンネルの方でライブをします。エクササイズちょっと関係なくてお味噌を作ります。私味噌作りの先生じゃないんだけど、お友達と一緒にワイ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 一緒にお味噌を作るので、もしよかったらそっちの方も遊びに覗きに来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。